皆さんこんにちは、就学活動トークの時間です。今回はね、はい、もう前回の続きからもう行きましょう。前回はですね、パート1、知識編、留学活動6つの疑問というところを解説してもらってたんですけれども、話盛り上がりすぎてしかできなかったので、その続きやろうと思います。お願いします。5つ目なんだっけ、長谷部さん。放課後の過ごし方にはどんな種類があるの。これ質問もうこれね、落としがちなんですけど大事なのよっていう。本当で、一応伝えると、放課後は学童と呼ばれるものですね。放課後に児童が健全に育成事業の中になるもので、厚生労働省さんがやっているから放課後を預かってくれるんですけど、保育園に近いので世帯年収によって値段が違ったりだとか、基本はやっぱり共働きじゃないと今は競争率が激しくて入れない地域が多いですね。なので、例えばパートで1時間だけ働いてるんですとか、週2回だけ働いてるんですっていう方は入れる地域もあるんですけど、都市部でいうともう基本入れないことが多いですっていう学童なので、働いている方が放課後お子さんが預かってくれるので、だいたい18時ぐらいまで預かってくれるっていうところがあって、もうこれなんでかっていうと、これ私申し込み忘れたのよ。なのでもう忘れたって言ったらあれですけど、うちも入学が決まる、地域の学校に決まるのがずれにずれて1月ぐらいになって、やっと校長先生に入って、じゃあここの学校に決まりますって言って、まあ、両親ともホッとして、ハッと思ったら、何、学童申し込んでないじゃんと思って開いたら、その面談した前の週の金曜日が締め切りで、やべんみたいな、1時の申し込みしてないって言って、本当にもう顔面蒼白で区に行って、言ったら、もう申し込みを終わってしまったんでみたいな。私からすると、相談員さん言ってくれようだんだけど、やっぱ言ってくれなくって、え、でも入れなかったら何、私学校何働けないのみたいな話じゃない。言って、結局まあオールオッケーで2時の申し込みでやってもらって、すいませんと。でそれがダメだったら、うちの子40分ぐらい歩いて行く先しか気がなくて、40分先で移動支援なくて毎日一人は無理だから、事実上行くところがなくて、本当にやばいやばいって、この時期も心がすり減りまくってたけど、結果そのうちの子供が行く予定のところが申し込みの定員が1空いたので、その1に入れて無事入れたっていうのがあるけど、本当学校が決まるタイミングと申し込みのタイミングが合ってないことがあるので、だいたい12月から1月に申し込みなので、働いているご家族に関してはちゃんと締め切りを見て忘れないようにすることを強く強く勧めます、うん、めちゃめちゃ辛労でした。でもちょっとここでさ、疑問なんだけど、要するに学校が決まらないと学童を選べないってことなのね。そんなことはないんですけど、例えば支援学校に行くとするじゃないですか、でそうしたら放課後通う場所が家の近所なのか放課後デーなのかってちょっと揺れますよね。選択肢が変わってしまうとか、例えば A 学校が、分かんないですけど、自分の家から東側に15分で、 B 学校が自分の家から西側に10分みたいな方もいらっしゃると思うんですけど、そうした時にこれが学区が違ったりすると行く学童が違ったりすることがあるので、本来は行く学校と学童が同じタイミングで、子どもが通うところのエリアの学童に入れる方が良かったりするから、学校決まってからの方が普通なんですよねっていう、でもそうじゃなくてもいいよってことね。いいですよ。やっぱね、共働きだったから、もちろん保育園にも預けっぱなしだったもんだから、学童ありきで小学校選びの段階から見学してたよ。その、うん、学童の先生とも話したりして、すごい重要だと思ったから、私はね、実を言うとこの後出てくる、さっきもちらっと出た放課後等児童デイサービスっていう存在を知らなかったのね。ああ、なるほど。だからもう学童命みたいな、もう絶対入らなきゃいけないから、学校の中に学童があるとかね、例えばもうだから、もうそのために移動支援っていうのも知らなかったから、そういうのも全然知らなかったから、自分がじゃあ送り迎えなんか絶対できないと思ったから、学童も含めて学校見学してたのよ。だからなんかそれはすっごい、これすっごい大事、実は。学校はいいけど、学童が障害になる子ちょっとっていうところもあったからね。で学童の先生とか、ね、まとめてるリーダーの先生とも話してみたりすると、学校の先生はね、年度で変わったりするかもしれないけど、学童の先生はそんなに変わる年度もあったんだけれども。なるほど、なるほど。うん、他にどんなところありますか。なので、まずは整理をすると、学童ね、
働いている人のが保育園のように、18時ぐらいまでの時間帯預かってくれるっていうところと、今は全国的には2番の放課後子ども教室、言い方はちょっと地域によって違うんですけど、だって働いてないお母さんだって子どもやっぱり居場所あってほしいじゃないですか、はい、週3パートの行く人もっていうのがあるので、方向性としてはその小学校で子どもをいていいよっていう放課後子ども教室っていうものが増えてきてるんですね。なのでこれは働いてない方も組んでいるので、イメージとしては学校全体の中にいていいよっていう状態になっていて、だいたい16時とか17時ぐらいまで、夕方ぐらいまでの時間帯いる。でプールの監視員みたいに、例えば学童だと支援が必要な子の場合っていうのは配慮する支援員さんみたいなのがつくんですけど、この放課後子ども教室の場合は全体の中にプールの監視員さんじゃないですけどみたいに先生がいらっしゃるので、人数の配分が違うんですよね。でさっき言ったみたいに、こう長谷部さん言ったみたいに、学童でもまあ受け入れてくれる受け入れてくれない問題があるんですけど、放課後子ども教室はだいたい民間が受託を受けて運営していることがあるので、もっとこう支援の受け入れてくれるか受けてくれないか問題が発生しやすいっていうのが正直なところです。一応でもルールだけ心が痛まないために伝えておくと、障害者差別解消法ができているので、障害がある子どもだから来ちゃダメだよっていうことは法律違反だから、例えば学童に入るわけではなくて、自分働いてないからとかパートだからっていうような親御さんがいる場合に、放課後子ども教室に行きたいっていうことは全然わがままではない。受け入れる側が難しいですとかいろいろ言うかもしれないけど、それを望むこと自体は悪いことではないですし、障害があってもなくても子どもが放課後健全に遊ぶ場所っていうのはあった方がいいので、ここに行きたいっていうことはわがままではないので、それは心に留めておいたらいいと思います。でもその他にも民間の学童とか、まあ、今セリさん言ったような放課後等デイサービスなのも、まあ、地域によってね、数があったり行ける行けないっていうのはあるんだけれども、やっぱり何かしらやっぱ放課後っていうのを学校と家庭だけじゃなくて、やっぱ放課後の時間っていうのはとても子どもにとっても重要な時間だなと思うので、どうやって過ごせばいいかっていうのはやっぱり親の仕事もあるし子どもの育ちもあるしっていうところをこうやっぱり悩むところだなと思うので、この辺の情報を皆さん得ながらやってもらえるといいなと思ってます。で、次にね、この6番目の疑問なんだけれども、まあ、どんな教育があるのというと、これめっちゃ漠然とした質問なんだけれども、これはどういう意図でこれはあるの？紹介を2例してるんですけど、みんなの学校っていう、まあ、映画ですねの紹介と、東京大学の大学院がやってるこうバリアフリー教育開発協力センターっていうところのご紹介をしてるんですけど、不登校がある子が行く学校だとか支援が必要な子がみんな同じ場で学んでるってことを知らないケースが多いんですよね。なので例えば私大阪出身なので、大阪って 100% 中学まで支援級が併設してるんですよ。でも東京の場合って 27% とかかな、すいません、ちょっと数字古いかもしれないんですけど、なので 4,5 校に1校しか学校がないエリアっていうのがあるので、そうなってくると東京出身の親御さんでずっと育ってると、なんか地域の小学校に支援級ないかったら、こう障害のない子がいないのが当たり前で育っている親御さんとかもいらっしゃると思うので、混ざっている教育が当たり前なことを知らないと思うので、ここで言うと今の時代インクルーシブ教育になっていくので、ユネスコも言っている、子どもは障害があってもなくても一緒に学びましょうって言っているし、障害者差別解消法で障害があるからって言って何か他と違う選択肢をしないといけないと強いられることは違うっていう世の中になっているので、でも私たちはその新しい教育を知らない方がいっぱいいるから、まあ、みんなの学校だったりだとかバリアフリー教育開発センターのことを紹介しているっていうふうになってます。なるほど。このページにね、17ページなんだけれども、QR コードがあるので、ぜひぜひね、皆さんこれ読み取って、また見ていただきたいなと思います。もう情報がすごいたくさんあるので、自分の住んでるエリア以外にも、こんな学校あるんだなとか、こんな教育あるんだなっていうのを知ってもらうのはすごくいいですよね。ではですね、もうそろそろ時間になってきたので、パート1、こうやって解説してもらって、よりクリアになってきたなと思います。面白いのがね、この本の面白いところが、時々このナレッジコラムっていうね、ものがあるんですよ。これちかさん内容は説明するとまた長くなっちゃうんだけど、このナレッジコラム、ワンランクアップナレッジコラムっていうのをこれ作ったの、どういう感じで流れで作ったんですか？さっきの法律もそうなんですけど、
基本的に知ってるとなるほどって思うんですけど、周りの環境によってそういうことを知らないまま子さんが小学校に入る方が本当に多くいるので、これ知っておくと歴史の流れかもしれないし法律かもしれないし基本的な考え方かもしれないけれど、気持ちが楽になったりだとか、小学校の時だけじゃなくてこれから中学校とか高校にお子さんが行く時にも知っておくと大事になる基本的な考えっていうのがあるので、それをなんとか書籍の中に入れられないかなって言ってコラムみたいな形で入れています。これね、なんかブラウン裁判ってちょっと面白そうなので、これも QR コードで読めてインタビュー記事も見えるってことで ね、 そうですね、ですね、これね、いいですよね。はい、そろそろ時間になってきました。ここまで来て何か大丈夫ですか、お二人。着実にお二人じゃないよ、ちかさんを、ね、教えてもらいながら私と長谷部さんちょっと学んできた。だいぶ面白い、このコラムも知らなかった ね、 ね、うん、1950年代のアメリカの裁判ってこれちょっとぜひ皆さん気になるでしょ見ていきましょう、はい、これ面白いです、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあ次回以降はまたパート2実践編に入っていくので、ぜひ楽しみにしてくださいね。今日もご視聴いただきありがとうございました。次回ご覧ください。ありがとうございました。